はいどうも、赤星赤崎瀬尾赤星マシマシでーす。はい、明けましておめでとうございますね。あ、そうか、令和3年一発目ということで、地層面、マミアナと呼びます。ムジナじゃないですか。あ、これ、タヌキの穴と書いてマミアナでございます。マミアナ、はい、池袋ですね、東口にあるんですよ、実は。そんな店があるんだ。で、これお蕎麦屋さんじゃないんですね、実は。つけ麺とラーメンのメインのお店なんですね。あ、守れなかったか。いやいやいや、違うんですよ。オープニングが蕎麦だったけど違う、そんなやり方もあったんだね。ハイカラ蕎麦 TV ですよ、これね。あの蕎麦チェーン店でね、ラーメン見るんですけども、ラーメン店での蕎麦なんです。ということで見ていきましょうね、こちらね、基本メニューもちろん濃厚魚介つけ麺、まあ、つけ麺バー並んでって、中華蕎麦もあるね。で、その中に、あ、まあ、混ぜそばなんてのもあるけど、フルで、はい、あるんですよ、フルで。だからもう、それだったらいいでしょってことでしょ。いや、違う違う、物は異様ですね。よーく見てください、真ん中ね、ここにですね、肉そば、肉盛りつけそばっていうのがあるんですね。え、それ大丈夫なんか、それで、見てくださいね、こちらなんですね、肉盛りつけそばの特盛りということで、あ、右側にあるこの揚げ玉、紅生姜は、これ、あの、無料で、あの、セルフで入れられるやつですね。で、こちらですよ、これね。まだわからん、わかんないぞ、これ、ね、懐疑的だな、これね。ネギ、海苔、そしてこうお肉がありますね。その下にこれそばですよ、そば。これ見てください、あら、明星からですね、はい、去年の12月21日にこういったカップ麺出たんですね。うん、で、これちゃんと肉そばって書いてあるでしょね。あ、まあそばが漢字なのがね、やっぱあのそばですよ、そばですね。さあ、ということでね、見ていきますが、あ、まずはお肉から、ねえ、こういったものを食べていけるようになりました、少しは。甘めな味付けね、はいはい、牛肉なんだね、肉じゃがみたいな、ちょっと和のテイストのね、そう、いい安心感のある、ほら見てください、そばだね、はい、ここで 2分半経ってやっとそばですよ、これね。あ、そばだった、ちゃんと、もちっとしたおそばでございます、ね。で、ちょっとつゆですけども、これ、いやいや、これはね、いいんですよ、ね、2.5 なんで、ねえ、2.5 なんですよ、ちょっと2度いきますけど、ね、じゃあ5だな、もう、あ、足して2回いったらもう足したから、これラー油効いてつゆなんですけども、それよりもですね、お魚の風味がグググググっとくる、なんかしょっぱさというよりは、あの風味が良かったつゆです。で、つゆ自体は甘めです。ちょっと港屋のインスパイアでもあるのかな、もう基準がそこになってるもんね、まあ、肉そばといえば、まあちょっとね、影が見えますけど、あのネギと海苔、これね、ラー油を思いっきり吸い込んでくる、ジャンク感増します。やっぱラー油は合うんですね、やっぱね、合うんだね、発明した人すごいよね、やっぱね、そばと。で、食券でですね、このネギと海苔は増せないんですね、なんですけど、もうお肉も入ってるわ、もちもちそばもあるわで、相性よく、たぐれるのでね、すすれるじゃなくね、たぐれるので、はい、あんで卵もこれ1個無料でついてくる、いいな。ですが、なんと温泉卵、これはちょっと得した気分になるのかな。そうなんですよ、無料で1つだけ、ついてきます。で、私ちょっと食べ方違います。まずこうね、まずそばを口含むんですね、この時点でまだかき混ぜてません、で、口入れたらですね、一気にこれをパクッといくんすね、うめえで、残ってる間にもう一口というね、これ試してみてください、これ。なるほどね、あの薄まらずに卵が食べられるね、ついに壊さず壊さずにいきます、はい。そして揚げ玉3杯いきました。これやっぱね、タヌキの穴なんでね、タヌキそばにしたいっすよね、ということでね、揚げ物もちょっと前は NG だったんですけど、ちょっとずつ食べていいよというふうに言われましたんで、あ、言われたんですね、これはっきり言われました、あ、よかった、よかったです、はい、サクサクで美味しいね、まあ入れすぎ注意言いたいんですが、はい、いっぱい入れるとですね、つゆの染み込み度、ラー油の染み込み度アップして超美味しいんで、やってください、なるほど、ね、隣にこんなでっかいサービス揚げ玉あったら入れちゃうよね、絶対ね、これ全部の宅にあるってことですね、あ、頼んだ人だけもらえます、そうなんです、そうつけ麺とかは、ね、専用の専用です、はい。で、紅生姜はちょっとね、味強く変わりすぎちゃうんで、まあ、あのお好きな方だけね、入れようにしましょう、ね。さあ、出ました、この SB 胡椒ですよね、行天や伊勢原店以来の、わからん、神奈川の伊勢原以来ですよ、懐かしいですね。
さあ、おそばの影響でね、最近ハマっている唐辛子、これ美味しいです。はい、一味唐辛子ですね。まあ、これね、ラー油ネギ、もともと激しいんでね、味変の強くても全然大丈夫ですよ。うんうん、後々で、そばの方が弱くなったりはしないです、全然。うん、はい。で、ここですわ。お、そば湯がないんですね。なるほど。だけどつけ麺用のあのスープ割りがあって、あ、なるほど。まあ店員さんに聞いたら、うん、まあまあ入れない方がいいのかなとか言ってたけど、入れました。入れない方がいいのかな。そんなに合うもんじゃないかもねって言われたけど、他のメニューでの専用というか。そうだから、おそばに推奨はされてない。まあ、でも飲んでみて、まあよかった。およー、非常に、まあまあまあ、非常にハイカラだったんで、85という点数ね。ね、さあ、10万人登録を目指している赤星マシマシ TV ということで、新年一発目、ええ、今年はっきり言いますよ、チャンネル登録ぜひお願いいたしたい。ぜひともお願いしたい。ね、あんまり行ったことないけどね、あんまり言わないですね。まあまあ、まあ、やっぱり 42,200 人から1ヶ月以上変わってないんで、なんか、あ、そうなんだ。突如止まり始めちゃってるんでね、猫出したりちょっといろんな方向行ってますけど。そういうことですね。まあでもね、5日過ぎまして、うんうん、これでもうようやく僕はラーメン行けるという。あ、大丈夫だったんですか。定にしてますんで、はい、不安だな。まあ別にやっぱお医者様としてはですね、行、うん、っていいよとは言えないでしょう、きっと。まあね、そうなんだね。そう、そこはちょっと自分でね、あのさじ加減考えていきたいと思うんですが、はいはい、ちょっとね、一発目二郎行くのちょっと怖いんすよ、まだ。いや、怖いですよ、なんとなく。だから病、ね、そのまま直行で病院行くのやな。あー、そうか、はしごする可能性がある。いや、あるか。試しでちょっとね、やっててね、もっと若い頃だったらいきなり野猿とか言っちゃうんだけどね、さすがにオペ後でまだ傷口もちょい痛いんでね。いや、でもね、はい、あの血が止まらねえって言ってたからね。二郎とかの問題じゃなくて、ね、日常生活をね、少しずつ戻していくっていう。そういうことだよね。なのでね、はい、一発目のラーメン屋さんね、うん、ちょっと二郎系じゃない好きなお店行くかもしれない。あのラーメン自体もまだ一杯も食べてないんで。なるほど。ちょっとなんかビビってんのかな俺。やっぱ、まあ、ビビった方がいいと思う。うん、ビビった方がいいと思う。もう普通の人間の感覚に戻ってきてると思う。だって去年とね、今年で違いますから、川口さん。はい。内臓一個ないんですよ。あ、やべ、そうだった。ネオ。反応ねえんだわ。内臓が一個ないんですよ。そうっすよね。はい、ここはあんまり。あ、なんか YouTube だからって無茶しないようにしたいと思いますね。内臓系だったらフルにしたきゃった。フルで5ドロップやりたかったけども、一旦はお蕎麦、もしかしたらこのマミヤマさんで最後かもしれません。噛んじゃったけど、ね、非常に美味しいんでね、あのつけ麺が人気だけど、ぜひ蕎麦の方もチェックしてみてください。なるほど。一旦以上でございます。今年もよろしくお願いいたします。ガチ、you